もっと向こうだよな。あそこだな。はい、ここは行けませんでしたわ。これ降りるの。こけないように。はいはい。うわ、怖。これ渡られへんのこれ。ほら、渡れないね。渡れまへんわ。ちょっとね、最初の目的地と違うんだけど、さあ目的地に今から行きますよ。はいはい、今頃見た方、あなたさっき間違ったからな、あの全然違うとこ来てんのよ。分かってる？聞いてる？聞いてないね。これ右行けんの？これでの話はこれ右行けるなってな、あだ名間違いないね。はい、ここね。あと一本間違ってました、さっき。あの道路とこの道路と間違ってあったよ。だからね、場所が変わったんやって。あー冷たい。あれは反対側やなかったかな。反対側のはずやけどね。はい、左。はいはい、左ね。この席、あ、席って言うんだよ、これ。この席の、あのね、両方が並んでて、ロール席じゃない。ヤマトロアルゴやったね。そんなヤマトロアルゴは大阪にそんな力もないけどね。力があるけど、まあ、こうやって 20m ぐらいじゃないね。ずーっと大阪に流れていきますよ。これ川渡れんのかね。その辺川は渡れないな。残念。どこ渡るとこあるのかね。あんな先やね、おそらく。ずいぶん先でございます。電池が持つかな。電池が切れるか、つくのが早いかどっちかやな。スマホは全然使わないし。ジンバル壊れたからダメやね。あ、それは渡れんかね。それは送水管か。かかんか。手が冷たいですわ。昨日はどこやだ、桜井、天理から桜井とこらへんは、2時3時ぐらいだけどすごかったね、人。ずっと歩いてはるんやけどね。山の辺の道、なんか知らんけど、そんな道をね。ああ、渡られんな、これは。ああ、渡れませんわ、これ。金谷の石仏。
ああ、そういうこと、全然適当さね。さあ、で、あっこや、反対側や。まだ200メートルぐらいだね。お、川歩けねえな。川降りれんかね。川歩いてあるんだけどね。降りるとこないんだけど。ああ。ものすごい風でね、温度は6度ぐらいしかないけど、もうむちゃくちゃ寒いわ。6度ぐらいやから最高温度は0度やな。すごい風で、ここは大和川でございます。いや、川も一緒やわ。すごい風吹いてるわ。反対側や、あこやね、渡られんな。やっぱあの橋まで行かないかんか。あ、公園になってるな、あそこな。はいはい、公園になってます。風が吹き止まないからずーっと風吹いてる。すごい風が。これは電池持つかね。これこう冷たいからね、電池が落ちるからですね。あれはウーやな。ウーが飛んでます。あれは川ウーでございます。歩いたら時間かかるんやね。こんなもん車出したらあっという間やけどな、そのヘッドホンのな。はい、おお、やっと橋まで来ました。この橋を車で渡ってない、渡られへんな、これ。この橋は、あの、歩道用でございます。おお、ここある。ここにね、あの屋の石物、大和川。巻いて橋、巻いて橋よ。飛ばせろよ。あの大きな石碑を見たいんだけど、どこあんのやろな。え、どこあんの、見えんな。あ、目の前ある。目の前あるじゃんか。目の前でございました。はい、ここです。ここはだから横をいつも走るよね。この横の道を、横の道なんかこれ、ね、あるとはなんかナビしね、あの波出るんやけど、ああ、電車が伝来の地。何？小野妹子？遣隋使？ほんまかね、これ。それは知らんな、これ。これはそうか。今日伝承の地でございます。これはすごいね。これは、ね、金屋の石物どこあるの。
石仏の前にあの下のね、あれちょっと見とこうか。ここなんか書いてあるね。仏性伝来の慈悲、キーワード四季島の大和。ちょっとね、読まれへんねん。何て書いてあるの？ここに下にあるんだけど、ちょっと昔の人たちのね、あの文明文章っていうのはね、ちょっと読みにくいね。向こうちょっと見てみよう。こちらの方にね、公園があるんです。公園も見とかなきゃいけないやろ。ここからおいでますか。あら、降りられへんな。ご公園でございます。じゃあ、ここちょっと降りてみましょうか。よし。体は暖かいんやけど、手が冷たいんだよな。風が強いから。あら、馬がいっぱい。馬さんが、はいはい、これ遊べる、乗れるようになってんねんな。みんな飾ってありますね、木があって。ほら、これ4頭目ね、5頭目、9頭もおりますね。みんな格好は違うんだけど、これ子供来るとおもろいやろな、これね。ね、ここ馬に乗れて。あら、あら、モグラがほったくってますね、これ。これはイノシシじゃなくてモグラですね。モグラの仕業でございます。ずーっと滑り込んだ。でも、僕らがこれ、これ、8頭目、全部形が違いますこれね。右方向です。まだ言うてんの、もう着いたよ。前哨地は、はい、ここ全部違いました。ここに大きな馬がと掘るんですよ。さ、デコボコやこれ。このお馬さん、大きいお馬さんですね。ほら、これ山の上の道になってるやん。これ大きいね。これ乗れるの、乗ったかんやろな、これは。乗れるようになってるけど、書いてあるか分からないな。あの、誰もいないんですけど、公園に。仏像どこあんねやろ。仏像ね、ちょっと見たいんやけどな。そこの道がいつもちょっと見えてます。
これ反対から見たかってわからへんやろな、これ。これ反対は通っとるんや。何があるかは。これどうじゃね、右曲がっとんやろ。曲がって曲がって、やっぱそこやな。間違いない。これはわからんな、何があるかは。残念でした。車くらいわからんわ。こちら今からね、金谷の石仏か、これ見に行きましょうかね。何メーターか書いてないし、わからんな。はい、行ってみましょう。お、宝石でございます、石。金谷の石仏がないか。左に降りたとこ観音堂、ないな。山の道、いや、ちゃうちゃう、石仏。どこあるんやろね。骨あるんかな、ないね。桜やろ、これ。石があってね、ずーっとね、ずいぶんこう下を落ちてるね。石仏よ。どこあるんですか。あの標識はこっちになってたよな。こっちに。はいはい、もう着きましたよ。もう桜やろな、これ。綺麗な桜やろな、ね、春になると。ツアー1位は300円です。まあ、ないんですけどね。石仏が見当たらんねんけどね。石仏が見当たりませんねんけど。どこでしたろう。あの看板はダメですな。まっすぐ行かれへんですよ。右でもないか。これ、大工寺橋。はい、これ渡ってみようか。渡ってみましょう。じゃあ肝心な仏さんが 見渡せんけど、どこや。わからんがね。こんなや。ずーっとこれ曲がって右ね。右に曲がって、なんかまだ曲がってるのが S の字になってるのかい。さっきの道やな、これ。間違って道や。これこれこれですわ。
西川ですよこれ。こちら、これは大和川でございます。大和川。わし帰る、どっちに帰ったんかわからん、これどっちだったっけ。あ、これやこれ、これな、ここでナビ間違ったんや。だからおそらくこれ渡ったらよかったんやな。これだろ。はい、わからなかったわ、大仏が、石仏が。はい、じゃあこの中央幹線を渡って高架の下をくぐって帰りますわ。はい、本日も寒い中ありがとうございました。